こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、男性もやっぱりこう夏だしね、お酒をこうビールですかね、私はビール飲めないんですけど、そのビールをガブガブとかね飲みたくなっちゃう季節だと思うんですね。喉乾いて、そうするとこう翌日ね結構こう残っちゃったりとか、で顔がむくんじゃったりとか、でこれは女性に限らず男性もあることだと思うんですよね。でやっぱ日々のケアっていうのは男性女性限らずすごく大事になってくるんですよ。で結構ね、男性でリンパって聞いたことありますか？リンパマッサージですね。これを飲んで顔がねむくんじゃった時とかぜひやってもらいたいんですけれども、ここの首のラインですよね、この首のライン、ここをねこうマッサージね、流してあげるようにマッサージしてあげる。であとはこの首のここの鎖骨のラインですね、ここをマッサージしてあげて、ここを流してあげる。そう、老廃物を下の方に流してあげるリンパマッサージですね。これをご自身でもねこうなんかこう顔むくんでんなと思った時とかは、こうやってねこういう感じで自分のねリンパをマッサージしてこうやって流してあげる、最後に流してあげる作業をするだけでも顔がすっきりして、で結構ね顔のシワとかにも対策になりますので、そんなにね女性ほど一生懸命やらなくてはいいと思うんですけれども、ちょっと飲みすぎちゃって顔がむくんちゃったかなっていう時とかやってみるとすっきりね、それがもしデートの前だったら絶対やった方がいいので、ぜひ覚えておいてください。ではですね、メルマガの登録と LINE のお友達、コメント欄から募集してます。メルマガと LINE は違うことを言ってますので、メルマガ LINE そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。